7月24日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師倉地圭です。今日も御言葉を通して皆さんとご一緒に神様の恵みを味わってまいりましょう。ある小さな女の子がお母さんのところにお腹を抱えてきました。お母さん、お腹痛いの？とそう言うと、お母さんは、それはお腹が空っぽだからよ、何か入れてあげなきゃね、とおいしいスープを作ってくれました。夜、お父さんが少し早めに戻ってまいりまして、今日は頭が痛くて早退したんだと言うと、その女の子がにっこり笑って言いました。それはお父さん、頭が空っぽだからよ、何か入れてあげなきゃね、と。楽しいお話であります。私たちのお腹が食物で満たされる必要があるのと同じように、私たちの心も満たされる必要があります。今日は列王記第二22章12節から20節を通して、へりくだるなら災いを免れますというお話をさせていただきます。列王記第二22章12節から20節。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じて言った。言って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。そこで祭司ヒルキヤ、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダのもとに行った。彼女はハルハスの子、ティクワの子、装束係シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。主の御心を求めるために、あなた方を遣わしたユダの王には、こう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神、主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり、呪いとなると、私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへりくだり、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。それゆえ、見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。今日皆様にお分かちしたいことは2つ。一つはチームによる宗教改革、もう一つは心の宗教改革ということです。8歳で王様になり、31年間南ユダ王国を治めたヨシア王は、大胆な宗教改革を行ったことで有名です。主の宮で律法の書が発見されると、彼は心を痛め、
主の前にへり下り衣を裂いたと19節に書かれてありました。そして23章以降、彼は神様に喜ばれないそのようなものを取り除くということを大胆な行動をもって成し遂げます。実は彼より以前の王様も高きところ偶像礼拝の場所を力ずくで排除したりしようとした王様はいないわけではありませんでした。しかし強制的な手段にを訴えたにもかかわらず、それが成功しませんでした。そんな中でヨシア王が見事にそれを成し遂げた成功の秘訣が御言葉の中にあります。12節13節の前半にこうあります。王は祭司ヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、書記シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行ってこの見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために御心を、主の御心を求めなさいとあります。ヨシア王は自分一人で主の御心を求めたのではありませんでした。信頼できる5人の人、祭司、書記や家来を選んで特別な使命を与えました。それが主の御心を悟るという作業であります。この5人は今度信頼できるフルダという女預言者のもとに行って知恵をいただきます。そして最後にその御言葉を民全体に聞かせました。ある意味時間のかかる行動であります。それでもヨシア王は感情的に上から強制的に改革をするのでなくて、多くの人のアドバイスを経て支持を得て、忍耐強く預言者や他のリーダーたちと共に働いたのです。もっと言えば、彼は自分の力の限界を知っていたから、謙遜にへり下ってチームと共に働くことができたのでありましょう。私は2013年から2年間この教会の司教会である愛知県瀬戸カルバリーチャペルで土日限定の出張牧会をさせていただきました。すでに素敵な会堂もあって、30人40人の方が集まっておられる、その場所に毎週新幹線に乗って出かけていくという生活です。教会を導くにあたって、神様がくださったビジョンは教会員のみんなが活躍する教会ということでありました。そしてそれぞれがプロではないけれど、ちょっとした得意分野がある、それを集結して音楽会をしようということになって、持ち寄り音楽会というのをしました。お昼ご飯を持ち寄りするように、みんながそれを寄せ集めて演奏をする。そうしましたら、私はこんな楽器ができます、私の家族にはこういう趣味の持っている人がいます、私の知人に、知人を誘ってもいいかしらと、未信者の方も集められて、2年間6回の音楽祭を開き、100名を超える方が毎回集まって、素晴らしい伝道の時を持つことができました。私はこれは日本の伝道の一つの新しい方法になるのではないかと思いました。今まではビッグゲストのような存在が来て演奏をして、そしてお話をして、それを聴衆として聞くというのが普通でしたが、未信者の方も出演する側に回って、そして一緒に楽しむことができる。もちろん教会にふさわしい曲目を選んでいただきましたが、その後私が分かりやすい福音を大胆にメッセージさせていただきました。実はこの音楽祭がきっかけで洗礼を受けられた方もいらっしゃいます。2年間で12名の方が洗礼を受けられる喜びを体験しました。持ち寄り音楽祭、みんなが活躍する教会を主が祝福してくださったことをお分かちさせていただきました。ヨシア王は非常に若い王様でしたが、良いチームを備え、
国民を含めてみんなで一致して改革を取り組むことができるように努力した王様です。神様は特別な誰かを用いられる、そのこともあるでしょう。でも全ての人を用いてくださるというのが聖書の伝えている内容です。特別な何かを持っていなくても、小さな祈りの奉仕であっても、それは神様の御前ではとても大きな働きであるということを心に留めていきたいと思います。そのために大切なこと、今日の2番目は心の宗教改革。19節を見ていただきますと、預言者フルダがヨシア王についてこう語っています。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いになると私が言ったのを聞いたとき、ヨシア王、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。これが神様のヨシアに対する評価でありました。主の御心からかけ離れてしまっている自分を発見したときに、心を痛め徹底的に悔い改めるときに、神様は願いを聞いてくださると約束してくださっています。誰かではなく、まず一人一人が主の御前にへり下り、主の御業の震源地になっていくことを主は願っておられるのではないでしょうか。ヘブル人への手紙5章7節にこうあります。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその敬虔のゆえに聞き入れられましたとあります。本当の意味で私たちを神様の御心とつなげてくださるのは、この主イエスキリスト様です。イエス様は神であるのに人になられて、罪は犯されませんでしたが、私たちと同じように試練に遭われ、大きな叫び声と涙とを持って私たちのために取りなしてくださいました。イエス様のこの愛に触れられるとき、私たちの心の宗教改革が始められるのでありましょう。さあ、ご一緒にお祈りをいたします。愛する神様、今日も私たちはあなたの御心を求めます。ヨシア王のように忍耐深くチームで働くことにより、共に神様の御業を見る喜びを体験することができますように、主のお名前でお祈りします。アーメン。